願いします。お願いします。皆さん、東京へようこそ。お帰りなさいということでね、お弁当箱と申しますね。食べて減らそう食事ということでね、これ僕の座右の銘とさせていただいてるんですけど、ね、ありがたい話ですよね。今日もなんか面白い話でもできたらいいなと思っておりますね。ファニーファニー言うとりますけども、こんなことってあるんだっていう不思議な体験をしたお話なんですけど、これは僕がまだ妖怪ウォッチをつけていた頃の話なんですけど、まあ、先週ですね、はい、先週のお話なんですけど、ありがたいことに回る方のお寿司屋さんに行かせていただいたんですね。わかりますか？回らない方のお寿司屋さんの逆ですね。回る方のお寿司屋さんね、回らない方のお寿司屋さんってみんな普通に言ってるじゃないですか。俺思うんですけど、そっちはね、回らない方のお寿司屋さんじゃなくて回る方のお寿司屋さんが普通だと思ってるとこですよね。お寿司は回るもんだと思ってるとこです、まずね。そんなのおかしいよ絶対。お寿司も回りだと思ってないからね。はい、では僕は回る方のお寿司屋さんと言ってるんですけどもね、まあその日はお昼時だったんで結構まあ混んでまして、でもうテーブル席も全部埋まってて、でそのカウンターしか空いてなかったんですね。でも僕一人だったんで、まあいいかいいかと思ってカウンター席行こうと思ったら、もう一席しか空いてなくて、そう、あ、よかったラッキーと思って、でそこ座ったんですけど、その席がね、まあ僕の左側、皆さんから向かって右側が、まあなんかこうポロシャツ着た、黒いジャケット着た、こう今日はお休みなのかなっていうおじさんで、こっちはカッパだったんですね。でこう座ってて、こう何食べようかなとかいろいろ選んで、タッチパネル、俺今日四十肩じゃなくてよかったなって思いながら、高いですよね、タッチパネルの位置がすごい高いですよ、あれね。上が精密機械でさ、下がお湯だからさ、そのね、危ないからね。上が精密機械で、下がお湯のもの、なんだ。せーの、回る寿司、ね、回らない方はどっちもないよってことでね、よかった。なぞなぞサイドキックがいたからよかった、なぞなぞサイドキックがいたからよかったですけどね。よかったですよ、そうそうそう、だからどうしようかなとか言って選んでたら、こう急に声が聞こえたんですよね。こんなの、こんなの、カッパだけじゃないよーいって。こっちから。まさかのおじさんの方から聞こえてきたんですよ。で、こうパッて見たら、もうおじさんがね、ここにカッパ巻きがある状態で、もうこうやって見てですね。もう顕微鏡、もう私が顕微鏡みたいな感じで、こう多分上からつむじ覗いたら拡大したキュウリが手振ってるぐらい、もう顕微鏡なんですよ。こう見てて。こんなの、こんなのカッパ巻きじゃないよーい。小の4なんておかしいよーいって。その小の4、多分 4つのね、小さい4つのやつがあるから、こう、こんなのカッパ巻きじゃないよーいって言ってるんですよ。まあ春だからなって思って、そろそろそういう元気な人も出てくるよなと思ってこう選んでたら、隣の人、何かあったんですかって、今度はカッパが僕に話しかけてるんですね。まあまあ気になっちゃうよねと思って、で、いやまあまあご本人に言うのもしかしたら失礼かもしれないんですけど、そのお隣の方がね、そのカッパ巻きを見て、こんなのカッパ巻きじゃないよって言ってるんですよって言ったら、その、あ、まあでもそのお店がね、そういう名前で商品名として付けてるんなら、それはカッパ巻きでいいんじゃないですか、伝えてくださいって俺が伝えて、ああ、まあ私なんてジェントルマン、いやいやなーって反対しちゃって、まあ俺がじゃあ伝えるのかと思って、まあまあでも俺こういうおじさん好きだから伝えようと思って、あのおじさん、そのちょっとこちらの方が、そのカッパ巻きはそういう商品名なんだから、もうそれはそれでいいんじゃないって言ったんですね。したら、そんなこと言ったわけって言ってくるんですよ。なんかバーン、この人ですって言って、カッパーってすごいびっくりしたんですよ。それはそう、これが妖怪ウォッチをつけてる方とつけてない方の差ね。妖怪ウォッチつけてるからビビんだけど、そりゃそうだよなと思って、で、いや知らねえよ、じゃあもうカッパはじゃあそれでいいって思ってるから伝えてって言ってくるわけで、なんかこうで伝えてって、今度カッパもじゃあこれを伝えてくださいって伝えて、もう伝えてって、もう俺はもう真ん中で伝令係みたいになっちゃってですね。でも俺もこれ続きまくるから、もう俺は耐えらんないと思って、もう完全に禁断袋の方がバチン切れまして、ふざけんじゃないよっつって、もう俺はあんたらのフェイスブックじゃねえんだよって言ってやったんですよ、バシッと。で、二人ともポカーンとしてて、それも一回冷静になって、確かに意味わかんないこと言っちゃったなと思って、フェイスブックってどういうことだろうって思って、じゃあ一回冷静になりましょうって、お互い、じゃあもうここに俺がいる状態はもう
こういう話になっちゃうから一回お店出ましょう、違うとこ行きましょうって一回3人で浜寿司出てちょっと歩いてくら寿司まで行ったんですね。そこのテーブル席まで案内してもらって、え、これもうどういうことなんですか、教えてください、もう一回話整理しましょうつって、でまあカッパが言うには、怖くちゃう、おじさん側が言うには、いやだってそのカッパ巻きって言ってキュウリねあるけど、カッパが全員キュウリが好きなわけじゃないと思うんだよね俺は。だからかわいそう、キュウリって決めつけることが、今の時代はさ、そういう個人を尊重する時代なんだよ。なんか正論だった、なんか正論っぽいですよ。あー、まあ確かに言われてみればそうかとか思って、でカッパは全員キュウリ好きですよっていう。わー、いやそれはそうでしょ、そのまあ日本人がお米を好きっていうのと一緒なように、そのカッパはキュウリを主食みたいに食べますよ。だもっと言ったら、そのキツネうどんね、キツネうどんはその油揚げがね、キツネの部分でしょ、だみんなキツネは油揚げ好きだからキツネうどんっていう名前なんですよってなんか言ったんですよ。したら、あーまあカッパさんが言うならってちょっともう俺が勝って、あよっしゃ俺もと思って、俺はキツネなんですけど、キツネの意見言わせてもらいますね。キツネがみんな油揚げ好きってのは嘘です、はい、個人差はあります、油揚げが全員好きなわけじゃない、俺は普通です、まあ、あれば食うけどっていう感じなんですよねって言ったんですよ。したらこういう意見もあるじゃないかーって思った、わーって言って、やめてーっつって、なんでこうなっちゃったんだよーって、ふざけんなよ、なんだこの状況って思って、やめてください、どっちもぬるぬるするっつって一回やめてもらって、でもじゃあわーっと、もうじゃあこういう時はもうフリーハグして仲直りしてっつって、でもこういう時はフリーハグが一番いいじゃないですか、決めてと、もううちのもう子供の頃から喧嘩したらフリーハグで仲良くしてってね、普通のハグってお金かかるんですよね。そうですよね、フリーハグして仲直りしてっつって、誰もお金払いから出してって、じゃあまずはカッパさんの方からもうハグしてって、こうギューってハグして、ちょっと落ち着きましたっつって、じゃあ今度はおじさんがちゃんとハグしてあげてって、おじさんグーってハグしたんですね。でその時にその黒いジャケットをね着てたんで、その森に見えたんですね、このおじさんがね。したらカッパがここにいるわけじゃないですか、おじさん今おじさんカッパ巻きになってるよって、でっかいカッパ巻きになってるよって、おじさんスーって泣き始めて、これだこれが俺のカッパ巻きだーってバーって泣いて成仏しちゃったんですね。あ、よかったですねみたいな話をして、でまあ二人でさ、よかったですねって外出たら、もう綺麗な虹がかかってて汚い犬が通ったんですよね。いい一日でしたねあれはね、うん、面白かったですか、どうですかこの話、よかった、笑えましたかね、よかった、うん、ここで笑えなかったらもう笑うとこないよ、もう終わりだから、以上です、ありがとうございました。